はい、運動や食事だけじゃなくてですね、睡眠、それから休養の悪い生活習慣、ほどですね、メタボリックシンドロームのリスクが高まるという記事が出てましたね。メタボね、ね、年を取ってくると誰もがちょっと気になるんじゃないかなと思いますけどね、言ってみればね、周囲のことばっかり気にしてるね、巨人の監督みたいなもんですよ。どういうことかって、腹回りを気にしますってね。ねずっちです。今日はまず営業です。